僕、まあ、ちょっと言おうかどうか迷ってたんだけど、ちょ先日ね、コロナ陽性になって入院したんですよね。はい、あんまり大きな声で言いたくないんですけど。で、まあ、抗体カクテル療法っていうのを、まあ、受けて、まあ、200入院して、まあ、その後、ある期間まで自宅療養して、家族は濃厚接触者になっちゃったんで、まあ、皆さん全員陰性だったんだけども、自宅待機っていう期間が長くて、やっと制限解除されて、まあ、今に至ってるんですけど、まさか自分がコロナになるとは思ってなかったですね。そうですよね。はい。普段も車で通勤してるから、電車にもほとんど乗らないし、そういう、こう、そんなにこう、人と接触することもないんだけど、これどこでなったかね、わからないっちゃわかんないですよね。でもね、やっぱなってみて、わかるってことありますよね。はい。百聞は一見にしかず。で、まあ、もともとちょっとその喉が痛いなって思って、気になるから、まあ、僕なんかあった時に行く病院があるんだけど、そこに行くとね、喉が痛いだけで、普通の診察してもらえないんだよね。先生は向こう側。で、こう、仕切りがあって、一切その空気接触みたいなのもなくて、どうしたんですかって言われて、まあ、喉が痛いですって言っても、あーって口開けてもね、もう壁越しにこう見てくれるだけだから、どうにもならないんだよね。それで、抗生物質出しますからって言われて、全然診察してもらえなかったから、まあその抗生剤飲んでさ、様子見ようかなと思って、一日で様子見たの。そしたら翌日、ちょっとまだ痛くて、熱なかったからさ、まあ、近所のいいと言われてる耳鼻科の先生のところに行って、ちょっと喉痛いって言って、なんか鼻からこう管入れられるみたいね。なんか喉見たら、こう上の方じゃなくて、奥の方が、すごい腫れてて、まあ、かなり腫れちゃってるから、まあ、こう喉のあれが塞がっちゃうとまずいから、まあ、大きな病院に紹介するから今すぐ行った方がいいよって言って、で、先生がその場でね、病院に出してくれて、病院に行けることになったんですよ。それで、まあ、病院に行って、まあ、ちょっとその、ちゃんとその入院して治してもらった方がいいって話だったから、まあ、そのために、病院って PCR 検査しなくちゃいけないんですよ。それで受けたら、陽性だったの。その時も熱なかったんですね。はい、陽性になると、当然発電変わっちゃうみたいなんだけどさ、それでもすぐにその、抗体カクテル療法ってのをしましょうということで、まあ、同意書にサインして、まあ、治療が始まったっていう感じで。その抗体カクテル療法を受けると、なんと入院できないんですよ。まあ、普通は一泊なんですよ。だけど、まあ、ちょっと喉の腫れもひどいし、もう一日こう、いろいろ点滴したり、抗生剤と移動するから、ってことで、2泊入院させてもらって、まあ、帰ってきたって感じですね。でもやっぱり、病棟とかさ、初めて入ったけど、物々しいっていうか、すごいですよね。うん、みんなこう、そういうそのある意味、重装備とか、いろいろこう、本当にもう戦場のようなところで、テレビのモニター越しにさ、大変だって言ってるのと、自分がその場にいて、こう、って思うのとは、やっぱりこう、全然違いましたね。だから僕も、まあ、保健所同士というか、まあ、連絡してもらってって、多分自宅待機になってたんじゃないかと思うんだよね。はい、そうすると、もしかしたら入院できなかったんじゃないかなと思ってて、そうですね。で、そうするとやっぱこう、喉が詰まっちゃうっていうぐらい、こう、腫れが、自分でカメラで見たんだけどさ、すごかったんで。で、そうすると、確かに本当にこれ、1日2日遅れてるだけで、もしかしたら死んでたんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。それぐらいやっぱりちょっと怖いんですよね。まあ、思ったのは、病院のその看護師さんとかさ、一生懸命こう治療してくれる人に対して、自分もうつるかもしれないわけじゃない。はい、それなのに、最前線でこう治療を面倒見てくれる人の皆さんがさ、すごい本当申し訳ない気持ちで、なんかすごいこう、ありがたい気持ちっていうかさ、そういうのがあって、グッときましたよね。凄まじい経験でした。まあ、なかなかね、普段経験できないことを経験して、おかげさまで、まだ死なずに生きられるから、なんか、まあ、今週まだね、やらなくちゃいけないことがあるのかなと思って、またこう帰ってきてますけれども、まあ、家族にもね、やっぱりこう迷惑かけちゃったし、子供もね、学校閉まるといけなかったから、まあ、会社のみんなにもね、迷惑かけたりとかしてますから、なかなかね、考えましたね。はい、そんなことがあった、ここ、しばらくでした。はい、